ある日、大谷翔平選手が大リーグ、エンジェルスで29号ホームランを打った。それは6月のホームラン数を14本にし、松井秀喜さんがヤンキース時代の2007年7月にマークした日本選手の月間最多を更新し、球団の月間最多ホームラン記録も更新した。しかし、そのホームランはただのホームランではなかった。バットから飛び出したボールはただのボールではなく、なんと巨大なスイカだった。スタジアム中の人々は目を疑い、大谷選手自身も驚愕した。このスイカホームランがどうして生まれたかというと、試合の前日に大谷選手が偶然見つけた魔法のバットが原因だった。そのバットは一振りするとスイカを出すというとても特殊な能力があった。試合の後、大谷選手はそのバットを見つけた場所に戻った。そしてその場所で出会ったのが魔法のバットの主、魔法使いだった。魔法使いは、そのバットは私が作ったものだ、しかしそれを使うときは注意が必要だ、ホームランを打つたびにスイカが飛び出すからだと言った。大谷選手は驚いたが、その一方でだからこそこのバットで打つホームランがこんなに楽しいんだと喜んだ。そしてその後もスイカホームランを次々と打ち出した。その一方、大谷選手がスイカホームランを打つたびにスタジアム中にスイカが飛び散り、観客たちは爆笑した。そして大谷選手のホームランは次第にスイカホームランとして世界中にその名を知らしめることになった。しかし、そのバットにはもう一つ驚くべき秘密があった。それは、大谷選手が最後のホームランを打つたびにスイカではなく、なんとスイカバーが飛び出すというものだった。つまり、大谷選手がホームランを打つたびにスタジアム中にスイカバーが飛び散り、観客たちはさらに大爆笑した。そしてその日の試合は大谷選手のスイカバーホームランで締めくくられた。そして試合後、大谷選手は言った。これからもこのバットでホームランを打ち続ける。だからこれからも楽しみにしててね。観客たちはこれからも大谷選手のスイカホームランを期待しながらスタジアムを後にした。そしてそれ以来、大谷選手のホームランはスイカホームランとして世界中にその名を知らしめることとなった。そしてそのホームランは誰もが笑顔になる最高のホームランとなった。しかし、最後に魔法使いは言った。それでもそのバットを使うときは注意が必要だ。なぜなら、100本ホームランを打つと巨大なスイカだけでなくスイカバーまでもが飛び出すからだ。それを聞いた大谷選手は、これからもこのバットでホームランを打つことを決め、その場を後にした。そして次の試合で大谷選手がホームランを打ったとき、観客たちは言った。あれ、100本目のホームランではスイカバーではなく、なんと大谷選手自身が飛び出した。それを聞いた全ての人々はその場で大爆笑した。大谷選手が自分自身を打ち出したホームラン、それが大谷翔平選手の100本目のホームランだった。